油津港空撮画像油津港は宮崎県日南市にある太平洋に面した港湾。古くは油の津とも呼ばれていた重要港湾に指定されている。南東に開けたエリアであり東側に大雪花と呼ばれる岬が伸び南方海上に小橋馬と大島が並ぶ。国道225日南大橋からの展望国道225日南大橋からの 展望一体は2018年5月20日に港オアシスに登録していて、日南市観光案内所を代表施設とする港オアシス油津として観光拠点ともなっている。歌川広重、六十余り襲名所税日向油津の港美容島宮崎県宮崎下の長江の天根立神社演技所に、くだらの王が油津に漂着した伝説が記載されている。 剣道市の時代から日本と中国大陸をつなぐ貿易の中継地であり、和光の拠点としても利用されていた。戦国時代においては、港の支配権をめぐって、伊東市と島津市が争っていたが、橋場秀吉の九州征伐以降は、伊東市による支配が確立した。南蛮貿易における寄港地の一つであり、当時ポルトガル人が使用していた海図にも記載されている。 文禄の役では、伊東市の拠点校として利用された。江戸時代に入ると、油津港は、伊東市帯半領となり、南蛮貿易は収束したが変わって需要が高まった、木材の積み出し港となった。木材運搬のために北方を流れる広渡川と、油津港とを結ぶ堀川運河が、伊東市帯半によって屈作され、1686年に完成している。 油津港の北に広がる、日向灘は、当時の海上交通における難所であり、風見のための長期滞在者が多く、港町として、賑わいと繁栄を見せた。歌川広重の名所へ、60余り集名所杖に、日向油津の港美大島として描かれている。1882年頃に、近畿地方へ直行する航路が開かれ、南九州における、輸送拠点の一つとなった。 1900年頃からブリ漁が盛んとなり、1913年に漁港の指定を受けた。1933年から1940年にかけてマグロ漁が盛んとなり、日本各地から約500隻の漁船が集まり、1日の水揚げ金額が1億円に達したこともあった。この時期に防波堤や岩壁の整備が進んでいる太平洋戦争において、 特攻兵器回転が配備された。1954年9月、台風13号の強風によって港内に停泊していた船29隻が沈没死者10名の被害が発生した。これをきっかけとして整備された外洋防波堤において日本で初めてテトラポットが使用されている。1960年5月24日、早朝、チリ地震津波により潮位が 1> 約1.5メートル変動し木材や漁船が流出する被害を受けた。1963年に港の東側に石油基地が建設された。宮崎海上保安部港オアシス油津。ありがとうございます。